めっちゃ紐解いちゃって大丈夫ですか。いいですよ、いいですよ、めっちゃ紐解いてください。では、多分ハイスペックでも小林さんのスロー動画を解説してるのほとんどないですよね。はい、ないです。小林さんのスイングを、こうやってまざまざとですね、解説、まあこの間のちょっとハイスペックゴルフ見て、はい、右足かかとにこう乗せてやってたスイング動画、はいはいはい、練習、はいはい、あれね、過去最高スパイアングルキープできてたんですよね。前傾姿勢キープできてたんですけど、はい、ですね、まあよく、まあ、飛ぶ人はねこういうクラブの使い方するんで、小林さん結構距離は出る方だと思うんですけど、まあ、例えばこうシャフトプレーンがありましてですね、まあ、左ハンドル切ってますね、うん、非常に切ってます。で、小林さんが苦手なのはこう左足切ってますよね、はい、切ってて、まあ、トップまで行きましたね。でこの行ってる間に今見てもらったと思うんですけど、ここら辺までは結構こう左でこうしっかり伸びてますね。まあ結果的にはこう伸びてるように見えるんですけど、ここからタッ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 とこうやって動いてる間に左サイドが全くノーリアクションなんですね、うん、ってことは引っ張り戻しが全くないっていうか、単純にここで筋肉が全部一回切れちゃう。で切れてるので左サイドが動いてないので、そのままダウンスイング入ってくるともう詰まっちゃうんで、こう体が必ず起きちゃうんですね、こうやって。で、できればもう切り返しに入る前にここら辺からもう胸郭のリードがスタートしてくると、うん、もう少し左サイドがうまく、はい、使える。結果的にこのトップの少しこうクロスも単純に余ってる動作なので、ここら辺から体幹が戻ってくればもうちょっと良くなるんですね、はい、だからちょっとこうステップドリルとかしながらこう同時にこう同時にこうダウンスイングしちゃうわけです。一緒なんですね、一緒にダウンスイングしてしまうので、全然こっちサイドがこう動いてないからもう窮屈な状態です。そうすると体が起き上がってインパクトするので、ダウンスイングの時にこうクラブがアンダーっていうんですけどね、こうやってクラブがすごく下に落っこっちゃうんですね。でこれがあるうちは長いものはプッシュアウトするし、一歩間違うとチーピンも来るし、まあ、簡単に言うとダフリが多くなるので、ダフらないようにこのように体をかなりこう起こしてですね、でスイングしてしまうと、まあこうヒップラインというのがありますけども、なかなかですねここからこうこのようにですね、もう下半身が上にこうエネルギーが出てるんですね、はい、で膝がちょっとこう前出て体がこう起きてしまうんで、ここら辺の動きを改善するとまあ良くなると。でちょっと構えていただいて、はい、極端にじゃあこの時間差をじゃあ試しに作ってみようじゃないかと、はい、で胸郭を僕が勝手に動かします、はい、いいですか、はい、じゃあ最初はまあ、はい、5分ぐらいの力でいきます、はい、これ今勝手に動かしましたね。めっちゃ早いタイミングですね、はい、で今僕勝手に動かしましたけどどうなったかというとですね、今勝手に動かしましたけど、はい、先ほどですねこのラインに対して、先ほどはこっちが先ほどの動画ですけども、切り返しのタイミング、胸郭のタイミングをちょっとまあ早くしたわけですね。先ほどはこうやってクラブがこう落っこっちゃって完全にこう下から来てる感じですね。でタイミング早くするとまあこういう感じですね。そうするとこうクラブがねこう下に落っこちなくなるわけですよ。ただ面白いのはもうシャフトクロスも全くなくなるわけですね。これが連動してる、まあ、ちょっと体少し開いちゃってますけど、こう上がってる間に胸郭戻ってくるとクラブっていうのは下に落っこちないで上からバチンと入ってくるわけですよ。これでもクロスは一発で治るわけですね。まあ、と体開いてますけど、まあ、こういう連動が入ってくることによって引っ張り合いが行われるので、クラブがこう下に落っこちることがなくなるわけですね。はい、そうするともう小林さんが悩んでるこうシャフトクロスとか体が起き上がるとかっていうのがまあ簡単に治るわけです。だからこのいわゆる時間差を自分でしっかり作ることがすごく大事なわけですね。はい、そうするとこうお尻の位置とかもそこまで極端にはこう前に出なくなりますね。こうやってねヒップラインが揃って前傾姿勢がキープされますので、うん、ただこれだけやるとただ本当に体開いちゃうんで、ここはちょっとまあ実際は今ただ胸郭を動かしただけなんですけども、ここからまあこう動かしてあげただけなんですけども、こうやって動かしただけなんですね。だからパッと動かしてあげただけなんだけど、これが実際にこう少しこうこっち側に入る、まあ、前回小林さんがかかとに入る動作を
入れた後にこう入ってこれたら、まあ、すごくこういい動きになってくると。だからいずれにしても体がこういう連動がほとんどないんですね。上がってる間に戻る。だこれを練習として何するかというと、はいはい、まあ、いつもやってましたステップドリルですね。ここからですね、足を閉じた状態からバックスイングして右足を動かしながらバックスイングしたら、ね、戻して打つというこういうドリルをやって、ちょっと一回打ってもいいですか。はいはい、一番最初ここからですね。そうそうです、はい、構えまして、はい、ここに行って、はい、戻す。ちょっとね、今の戻るのタイミングが遅いわけですよ。はい、はいはい、もう左足は動き続けます。はい、そういう感じですよね。はい、もう一回やってみましょう。なんか左ハンドル意識してる余裕がない。はいはい、戻る。全然タイミング合ってないですよ。左ハンドル今意識しちゃった。もう何も考えない方がいいです。はい、はい、行きます。はい、戻る。そうそう、そういう練習するとですね、要するに、はい、連動ができるんですよ。もう一回やってみましょうか。はい、はい、戻る。そうですね、じゃあ今度は構えてもらって、はい、普通にアドレスした状態からです。はい、左足を寄せて戻すだけでいいです。はい、はい、戻す。そう、そういう感じですね。そういう感じです。もう一回言いましょう。はい、戻す。そう、そういう感じですね。はい、まあ、そうするとですね、まあ、こう上がって戻ってるので、まあ、こういう感じですね。まあ、ちょっと若干まだ下から来てますけども、少し変わってきます。まあ、これが今のかな。変わりますね。ちょっと変わりますね。ただ、はい、まだ、こっち見てもらうとですね、この行った時の、はい、ただ足を戻してるだけで、はい、重心めっちゃこっちにあるんですよ。はい、分かりますか。分かります。これが左軸がまだ取れてないんですよ。だから単純にこう体が落っこっちるんですね。だからこれがもっと上がってる間に行った時に足戻してるけど、こう骨盤が全然戻ってないので、もう本当にちゃんと全部こっちに行ってほしいんですよ。分かりました。それを含めてもう一回やってみましょうか。はい、普通に構えていただいて、ステップ通りですね。はい、上げて、はい、この後こう全力で戻ります。はい、分かりました。今の最初の小林さんのは、はい、こうここから、はい、ああ、戻ってるだけ。はい、できるか。極端にもう左足に全部乗せていいです。はい、戻る。ほら、届かないでしょ。届かないです。最終足に乗ってないんですよ。届かない。戻ることに専念です。はい、戻る。おお、いいですね、いいですね。もう一回。クラブが、まあ、極端にアンダーって言って落っこってて、体が起き上がってた動作がですね、でこう上がってる間にこう戻ろうとするのでシャフトクロスしなくなりますよね。はい、でクラブも結構こう上目のラインをまっすぐ入ってくるので、はい、これでまあ本当にまっすぐクラブが降りてきてる感じなので、はい、前傾姿勢もキープできるわけですよ。ってことは小林さんの一番の問題点は形に気にしすぎてつながってないっていう、はい、まあ、アマチュアにありがちなパターンなんで、うん、こういうドリルをするともうこれ勝手にシャフトクロスしなくなるんですよ。いいですよね。ダウンスイングにこう入ってきてこの線からクラブ落っこちなくなりますね。本当ですね。普段よりかは懐も広いし、はい、スムーズなスイングになると。ここで今踏み込みましたよね。はい、さっきと違うな。さっきはただ戻してるだけ、はい、ね、ここの全然このいわゆるこれがバンプという動作ですけど、これ左に軸がある、まだ右に残ってる、これと比べて下落っこっちゃうわけです、はいはい、というのができると、まあ、だからだいぶこうやることは全部分かってるんで、これをうまくどうつなげていくかってなると、う、ね、こういうちょっとこう、はい、バックスイング上げてる間に戻すっていうこの引っ張り合いをもうちょっと強く使うことによって悩んでるクロスとかが、うん、かなり改善、ね、まあ、簡単にしなくなりますよね。はい、そうですね。だから切り返しのタイミングが遅いってことですよね。はい、そうです。完璧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 。そうですね。なんかやりたいスイングに近いですもんね。ね、はい、はい、ということはやっぱり胸郭リードが根本的にまだないと。はい、ないということですね、はい。はい。ということで頑張ってやってみてください。ありがとうございました。はい、まあ、いいんじゃないですか、かなりね。できるようになったら結構いいっすね。シャフトプレーンはここで、まあ、一般的にはインパクトプレーンというのがここにも、はい、両肘とクラブのそんなラインなんですね、今はね、はい、こっちが大事なんですけど、はい、このライン上にこう重なってこうインパクトでここに戻ってくると、
なんかこうさっきここら辺にヘッドが落っこってましたけど、はい、その動きもかなりこう改善されてるんですよ。そうですね、あのタイミングだけでそんなに変わるんですね、はい、そうなんですよね。だから一番最初の動画はこれですから、まあ、比べてもらうね、もう全然違いますね。全然違いますよね、はい、だから間をやっぱり取ろうと思って言い過ぎてました、おそらく。そうですね、はい、最初はこう上がって切り返し全くないので勢いだけいっちゃう。そうですね、なのでオーバースイングから一緒に下ろすって感じですね。はい、これは上がってる間に戻る。ああ、もう全然違うな。あ、違いますよね。ステップドリルとか、はい、ちょっとこうクラブがこうこうなんか落っこってますよね。はい、落っこってます。で、体起き上がり始めましたね、はい、これはあんま起き上がってないですよね、はい、でこう懐が相当広く前傾姿勢もキープできてるんで、だから連動をうまく使っていわゆるしっかりうねってこれると、こう比較的こうかっこいいスイングになっていく、はい、やってることは分かってるんで、はい、このつながりですね、まあ、一番アマチュアゴルファーは難しいと言われる、はい、動きながらスイングをするっていうことがやはりこうできてくると綺麗なスイングになる。はい、分かりました。よろしいでしょうか。ありがとうございました、はい。